はいどうも、たくあんボーイです。本日は22日目でございます。早速やっていきたいと思います。化粧水と乳液は、つけ終わりましたので、ね、保湿は今バッチリです。で、下地も今塗ってしまったので、続きましてですね、コンシーラーから、こちらのファンデーションからやっていきたいと思います。 NEXT コンシーラー、ある動画でやってたんですけども、コンシーラーをね塗って少し置いておくと染み込みやすいということなのでね、少しこのまま置いた状態で次に進みたいと思います。じゃあハイライトとシューティング塗っていきます。続いてアイブロウ描いていきます。難しいなぁ、眉毛めっちゃなんか頼りがあるんですよね。普通に右と左のなんか対比がおかしいんですよね。で、アイシャドウ描いていきます。はい、完成です。アイシャドウ、あとはアイライナー描いていきます。うん、こんな感じですね。ということで、夫婦を超えてゆけ、22日目終わりました。はいね、やっぱダブルラインエキスパートのおかげでね、とても涙袋がしっかりしてきて韓流メイクに近づいてきてるのではないでしょうか。あとはなんか肌感とかがもう少し韓流はテカってるとかいう感じもあるんで、なんだろう、ファンデーションとか下地の感じをまあ少しずつ変えていったらいいのかなと思っております。それでは本日終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついてにこいたんす、よいしょ。